皆様おはようございます。本日はビュー旅行商品専用臨時列車ありがとう485系新越にご乗車いただきまして誠にありがとうございます。昨日のありがとう485系宇別からのたすきを受け取りまして新潟駅を時刻通りに発車しております。本日の485系 R 編成ラストランを担当いたします運転士は長岡運輸区の山崎、車掌は新潟運輸区の内山です。どうぞよろしくお願いいたします。本日ご乗車の485系電車は特急用電車として今からおよそ50年前に誕生いたしました。その後数を増やしながら北は北海道、南は九州まで様々なエリアで特急列車の顔として走り続けてまいりました。新潟エリアでも白鳥、ライチョウ、稲穂、白鷹、北越などの特急や首輝のムーンライトイチゴなどの快速でも使われていました。ご乗車の車両は内装や外装をリニューアルしたものでこの3月のダイヤ改正までは新潟から糸魚川間を毎日走っておりました。そしてとうとう特急時代の面影を残すこの車両も引退する時が来ました。長年にわたりご愛顧いただきまして誠にありがとうございました。感謝の気持ちを込めて本日も安全運行に努めてまいります。ラストランの走りをどうぞお楽しみください。続きまして車内のご案内です。列車は6両編成です。先頭が1号車、一番後ろの車両が6号車です。全車指定席です。切符に書かれました号車番号とお座席の番号を確かめの上ご予約いただきましたお座席をご利用ください。お手洗いは3号車以外の全ての車両のデッキにございます。なおデッキ、お手洗いを含めまして全ての車両で禁煙とさせていただきます。携帯電話をお持ちのお客様にお願いです。ご使用の際には周りのお客様へのご配慮をお願いいたします。また通話の際にはデッキをご利用ください。写真撮影やお手洗いなどお席を離れる際には必ず貴重品をお持ちください。車掌室は一番後ろの車両6号車にございます。
業務のため不在の場合もありますのでご了承ください。なお、この列車にはワゴンによる車内販売の営業がございます。どうぞご利用ください。すべてのお客様に気持ちよくご利用していただくため、写真撮影などでは皆様譲り合いの温かいお心遣いをお願いいたします。それでは485系 R 編成での信越本線最後の旅をどうぞお楽しみください。